どうも、カティアです。ここは、先日公開した新しいクラスターワールド、電脳都市、トロットミュージアムです。2年半ほど前に公開した、アンバイペットミュージアムの、フルリニューアル版です。当時はできることが少なかったので、バーチャルマーケットに出展した歩行戦車アバターを、実際の戦車並みの大きさで展示するワールドを制作しました。それから数年、リニューアルしようと思っているうちに、車やヘリなどの乗り物費用が追加されたので、今回、実際に乗って動かせるマシンを用意しました。以前は、僕セルで組んだマシンを適当に並べているだけでしたが、今回テーマの異なる、4つの架空のメーカーを想定して、メカに個性を出しました。本館、生体展示室はアバター展示会みたいな感じで、メーカー別で並べてあります。さて、別館動体展示室ではそうしたマシンたちに実際に乗っていただけます。ものによっては結構スピードが出るので、フィールドは広めに取りました。またジャンプするもの、歩幅があるもの、砲台がついたものと動きにバリエーションを持たせました。このでかい歩行戦車は乗り物としては不便が大きいので、デッキの上から遠隔操縦するスタイルにしました。さて、リニューアルを思い立ってから1年以上かかってしまいましたが、フルスクラッチの動くマシンを追加要素として加えることができました。スマホでもなんとか楽しめる軽さのワールドなので、ご来館いただけると嬉しいです。それではまた次回、新たなワールドでお会いしましょう。もしよろしければ、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。